1932年ドイツ大統領選挙は、ドイツ国で1932年に行われた、大統領を選出する選挙である。ヒンデンブルク陣営の選挙キャンペーン第1回の投票は1932年3月13日に行われ、どの候補も過半数の得票を得られなかったので、ナチ党党首のアドルフ・ヒトラー、無所属で保守派のパウル・フォン・ヒンデンブルク。 ドイツ共産党のエルンスト・テールマンの間での決選投票が同年4月10日に行われた。この結果、パウル・フォン・ヒンデンブルクが相対的多数の票を得て当選した。当初、ヒンデンブルクは憲法を改正して、新任投票にしようと試みたが失敗した。第1回の投票では、当選には過半数が必要であるが、第2回では、最多得票者が当選できる。 また、大統領選挙法の規定では、第1回の候補者でなくとも、第2回の投票に候補者として立候補できる。前回の大統領選挙で、ヒンデンブルクを擁立した国家人民党や鉄株と団は、デュスターベルクを擁立して、ヒンデンブルクを引きずり下ろそうとしたものの、保守、右派政党の支持層の多くはむしろ、ヒトラー支持に回った上、ヒトラーは、 第一次大戦の英雄でもあるヒンデンブルクへの露骨な批判を避け、ヒンデンブルクに転移をヒトラーに投票と訴えたことから、結果的にデュスターベルクはドイツ共産党のテールマンにさえ得票で及ばず4位に沈んだ。一方、前回の大統領選でヒンデンブルクと敵対したドイツ社会民主党、中央党、国家党など、いわゆるバイマル連合は、 ヒトラーに勝ち得る候補を擁立できず、結果的に恒例のヒンデンブルクを支持した。第1回投票で当選するには、絶対的多数つまり過半数での得票が必要であったが、どの候補も過半数獲得はできなかった。第2回投票は、実質的にヒンデンブルクかヒトラーかを選択する投票であり、ヒンデンブルクが多数得票を得て大統領に当選した。 再選を果たしたヒンデンブルクは6月1日に保守派のフランツフォン・パーペンを首相に任命した。しかし右翼のナチ党からも左翼のドイツ社民党やドイツ共産党からも指示を受けることができなかった。7月20日にパーペン首相はプロイセン自由州の命令違反を理由にプロイセンクーデターを起こしプロイセン自由州政府内のバイマル共和国派、反ナチパー 左翼を根こそぎ一掃した。詳細は1932年7月ドイツ国会選挙を参照。ありがとうございます。